どうもです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日はですね、最近ハマってるスパイスカレーの中から6種のスパイスを使った野菜カレーを作りたいと思います。それでは早速ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、材料の方を紹介していきます。まず豚のひき肉 150g で、こちら、ナスが1本です。そしてトマト1つに玉ねぎ、こちら半分です。そしてオクラが4本準備してます。こちらズッキーニ1本あるんですけれども、これの半分使います。で、最後にね、これ卵なんですけれども、こちらはゆで卵にしておいてください。こちらが、今回使う6種類のスパイスなんですが、まずクミン、コリアンダー、カルダモン、オールスパイスにターメリック、そしてチリペッパーというね、調合してあります。これを使ってカレー作っていきます。あとね、細かい下味用の材料とかもあるんですけれども、それはまた書いておきますので、ご確認いただければと思います。それではね、野菜の下準備からしていきます。まずトマトはヘタを取って横半分に切っちゃいますね。ナスビは、ヘタを取って縦半分に切ってですね、格子状に切れ目を入れていきます。それもう一度水につけておいてアクを抜いておきますね。オクラはですね、このヘタを切っちゃいますね。続きまして、ズッキーニの方は半分に切って1センチぐらいの輪切りにしておきます。玉ねぎはね、みじん切りにします。カレーといえばね、ご飯なんですけれども、今ねご飯の方はフライパン炊飯で炊いています。フライパン炊飯はね、簡単でとても美味しく出来上がるので、またよかったらね、チャレンジしてみてください。作り方はね、どっかに書いておきますね。はい、それではね、スパイスを混ぜていきますね。先ほど紹介したスパイスに薄力粉を混ぜて、よいしょ、よく混ぜます。薄力粉と、スパイスが混ざり合ったらこんな感じになります。辛いのが好きな方はね、チリペッパーをちょっと多めに入れてみてください。オリーブオイルをね、少し多めに入れて、おろし生姜とおろしニンニクを、加えてとろみがつくまで煮込みます。最後は塩で軽く味を整えて完成です。
はい、完成しました。はい、こんな感じでございます。ちょっとミート合わせますね。よいしょ。はい、相変わらずね、ちょっと盛り付けのセンスをね、もうちょっと勉強したいなと思ってるんですけれども、まあね、見た目よりね、味なんでね。はい、はい、それではね、早速食べてみたいと思います。うん、うまい、めっちゃうまい。あ、めっちゃ美味しい。このね、ズッキーニとかいただいてみます。うん、うん、ちょっとトマト大きかった。辛っ、熱っ。というわけでですね、本日は6種類のスパイスを使った野菜カレーのご紹介でした。ルーは使わなくてもうまくスパイスを使うことでめちゃくちゃ美味しく仕上がりますので、少し変わったカレーが食べたい時などにぴったりです。また本日使ったスパイスなんですけれども、近くのスーパーでね、簡単に揃うものばかりなので、ぜひお試しください。はい、本日の動画は以上となります。この料理役に立ちそう、美味しそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。坊さんゴングミーゴーでした。よいしょ。しまった。ゆで卵をのせんの忘れてた。